ちゃんたち、留守番ありがとう。何か変わったこととかなかった？ピコマスターに頼まれていた採取作業で珍しい材料を見つけました。これをお渡ししておきます。これはアールズに古くから伝わる幻のキノコの王様、ロイヤルクラウン。そんなに珍しいキノコなのですか？ゴムには他のキノコとの違いがよくわかりません。この高貴な香り、わかんないかな。ああ、鼻の奥に広がる甘美な香り。もう実物見たの初めてかも。どうしよっかな。こんな珍しいキノコ食べなきゃ罰が当たりそうだし、でも錬金術の材料にも使いたいし。おお、これは確かにいい素材だ。ギャー、アストリッドさん、いつもですけど、いきなりアトリエに入ってこないでください。別に弟子のアトリエにこっそり忍び込むくらいいいではないか。心臓に悪いからダメです。怒られてしまった。私は悲しい。わざとらしく嘘泣きをしないでくださいよ。もう分かってるんですから。嘘泣きではない。私は本当に傷つき悲しんでいるのだぞ。弟子にここまで忌み嫌われているとはな。うん、それはこの心の傷を癒すには何か特別なものが必要だ。そう、例えば希少価値の高い素材とかね。え？というわけで、ホムが見つけてきたその素材、慰謝料代わりにもらうとしよう。いい年してガキ大将みたいなことしないでください。それ返して。ダメだ。もともとホムは私が作ったもの、そのホムが見つけたものは私のものだ。というわけで、さらば。私のロイヤルクラウンが。鬼だ、ここに鬼がいるよ。アストリッドさんは鬼だ。ピコマスターが心の底から悲しんでいる。なるほど、ホムもあのキノコの価値が初めて分かったような気がします。ああ、私のキノコ。